今日午前、薩摩川内市で道路をはみ出した軽自動車が崖下に転落し、軽自動車を運転していた50代の男性が意識不明の状態です。警察によりますと、今日午前11時ごろ、薩摩川内市川長野町の県道で軽自動車が対向車線を横切って道路脇の崖からおよそ3メートル下の草むらに転落しました。この事故で軽自動車を運転していた 近くの沢渡英介さんが病院に搬送されましたが意識不明の渋滞です警察によりますと近くを通りかかった人がブレーキ音を聞き軽自動車が横転しているのを見つけ119番通報したということです現場はセンターラインのある片側1車線の直線道路で軽自動車の進行方向から見て緩やかな下り坂になっていて近くにはブレーキ痕も残されていました 警察は事故の原因について詳しく調べています。